じゃあ、ウィルツァーです。今日はですね、熊本空港から今、台湾へ、直行便が飛んでまして話題なんですけども、その分の格安チケットのご連絡、ご案内をしたいと思います。熊本空港から週3便ですね、高雄、台湾第4都市高雄に飛んでます。就航は日曜、火曜、金曜ですね。出発は熊本発が13時40分、高雄発が9時20分ということで、帰りちょっと現地発が早かったりはするんですが、地元熊本空港から飛べますので非常に便利だということで、問い合わせは多く受けます。ただちょっとやっぱり値段が高い、パックツアーとかにすると高いという部分もありまして、ちょっと難しい、ご利用が難しいという方もいらっしゃるんですが、これ14日前のですね、出発14日前まで申し込む早割り、これ安いです。2万5000円です。で、あと所税手数料等が8890円別途かかりますけども、非常に航空券としては安くなってますので、ぜひおすすめですのでご利用ください。詳しい内容は画面下のコメント欄のところに URL をくっつけておりますので、そちらをクリックしていただきますと詳しい内容が出てきます。ぜひよろしくお願いします。